はい、前回の続きからやっていきます。前回は ある程度調べた感あるんですけど、まだ調べれないところいくつかあるんですよね。こっちだとここの鍵とか、ここね。で、まあ使ってないアイテムっていうのがこの辺なんだよ。なんかなんとかのエッセイみたいなの拾えなくなったので拾ってはみたものの、あんま使い道なさそうなものとかもあって、この辺も使い道わからない、これもわからない。パンとか鳥にあげれんかな。合ってた、よかったよかった。結果オーライってことで。鳥と一緒にその記憶も空に飛んでいけばいいのに。測ったように置いていったな。小さな鍵みたいだ。あの鳥は魔法で刺激されてたりするんだろうか。小さな鍵を入手したっていうことで、中身は何だろう。ここを開けるのに使った鍵よりさらに小さい。後で確認する必要が。これでこっち側の調べれなかったところのこっちが開けれそうだね。なんだかタイトルも見当たらないし、妙な中には何が書いてあるのかしら。白紙のページしかありませんね。パラパラと白のページをめくった。このページだけ何か書いてあります。どれどれ。正しく混ぜた液体を水瓶に入れ、そこに本を浸すこと。そっちじゃないよ。
こうだ。さすがに回数が少ない。とりあえず同じ色に集まるようにはやってみたけど、なんでここが青く光ったのかが分かんないし、ここ調べててないんだよね。ペンがないんだっけ、そういう。この4箇所に関しては石碑4箇所は意味がない。石のところが2箇所、3箇所調べれるけど、なんかあんま変わんない感じだった。絨毯もそこまで調べて意味なかったんだよな。方向が変わった？なんでしょう。嫌でも。これですか？何かしら？この扉は、少しだけ扉が開いてる。え？でも勝手に覗く。
今までいた場所とは明らかに雰囲気が異なる客間だとは思うな。その幹部がお茶を飲みながら対面に座って話し合う。どう想像しても和やかな雰囲気になってしまう。ゼーナ姫をなだめるのはアリア姫に任せるとして、確かにゼーナ姫の言う通り、不思議な点がいくつもある。不思議といえば、一つ思っていたことがあるのですが、魔王の城のはずなのに魔の気配が感じられないんですよ。魔物が一匹もいないってこと？いえ、いるにはいるのですが、そのもったいぶらないで教えてよ。低級の魔物ばかりなんですよ。ゼーナ姫？絶対に許さない！ゼーナちゃんがこうなると思って言うべきか迷ったのですが、一国の姫である私を幽閉した城にいるのが低級の魔物だけって、どこまで人をコケにしたら気が済むの？きっと強い魔物は国を攻めに行ってるんですよ。アリア姫の言うことが可能性としては高い。そうでもないと説明がつかない。アリア姫のひらめきを聞いて、多少は頭が冷えたように見えたが、ゼーナ姫は血気盛んになっている。アリア姫が何も感じられないのであれば、大したものではないのだろう。僕は魔王討伐のために旅をしていたから、荷物になるものはなるべく持たないようにしてたな。
瀕死の重傷を負った王の周りを9人の女性が囲んでいる。王の最後を見とろうとしているようにも伺える。9人の女性、4人は黄金のかけら、4人は白銀のかけら。そして王の一番近くにいる女性は聖火が燃える。あと、この取ってつけたような飾りが気になるわね。セーナ姫の言う通り、額縁にいくつかの装飾が彫り込まれている。ここの色と同じだったんだよな。ゼーナ姫がいた牢獄に松明があったような。あれで灯せるかもしれない。怪しげな蛇口が3つ。アリア姫、ゼーナ姫。アリア姫が蛇口に触れると色付きの液体が噴き出し2人にかかる。
二人が仲難しい、ムズマリーの愛が僕はどこを向いてればいいのだろう。入れ物そういえばあり、あったね。っていうかそれは思いついてたけど、やっぱ取りに行かないとダメか、照明と一緒に。このフラグがないと持ってこれなかったのかな。セーナ姫の心配ごもっともな気がする。大丈夫ですよ。その根拠どこから来てるの。カリア姫にもこう自信満々に言われると持っていくしかないか。蛇口の書かれた紙、水桶を入手した。これですか。何でしょう。わかりました、行きましょう。そう簡単に作れるものなのだろうか。木の枝と石炭か木炭があれば作れます。本当にそれでできるの。木の枝と石炭か木炭があれば作れます。なんというご利用し、まあ、物は試しよね。仕方ない、ちょっと探してみよう。椅子の足を2つ入手しました。セーナちゃんの勇姿、これをこうしてできました。できちゃうんだ。これでもうモンスターは寄ってきませんよ。なんか目的変わってない。全然話聞いてないな。まあでもこれで客間の照明に明かりが灯せるようになった。松明を手に入れた。